まず最初に、こういった研究会にご招待いただきまして、黒田先生をはじめとする先生方に深く感謝申し上げます。本日はこういったタイトルでお話をいたしますが、少し最近の最近数年出てきた話題で、あまり馴染みがないという方も多いかと思いますので、少しイントロの話にを最初いたしまして、で、その後で我々のグループでやっている話をいくつかご紹介申し上げたいと思います。で、共同研究者は私の研究室の学生の高橋和田三沢君です。で、どういったことを考えるかということですが、まずこのセッションのタイトルにもございますように、考えることはスピン流の物理ということです。で、こういったことは何で面白いかといいますと、皆さんよくご存知だと思いますが、最初なので少し申し上げておきますと、スピン流というのは、今考えているのは純スピン流といって、こういったその上向きと下向きが互いに反対向きに進行しているような波になります。で、こういったものは時間反転で符号を変えないと、時間反転してもそのままの状況であるということで、それはスピンそれ自身とは少し性質を異にしています。で、そのためにこういったスピン流の物理というのは、実は時性がないような非時性のような状況でも非常に重要になってくる場合があるということです。で、それの一つの、現れであるのが、スピンホール効果でして、これはこれもご存知の方多いと思いますが、電波をかけるとそれに垂直向きにスピン流が出るということです。この図が、模式図になりまして、例えば、この図で手前向きに、この緑の矢印向きに電波をかけますと、電流が手前向きに流れます。で、その時に、電子は手前から向こうに流れるわけですが、その時に資料中にスピン軌道相互作用がありますと、上向きスピンと下向きスピンの流れに左右の非対称性が生じます。で、そのために、例えば上向きスピンは右にずれ、下向きスピンは左向きにずれるような動きが出てきます。で、これは通常のホール効果が磁場中で起こるのと違いまして、無磁場の場合でもこういった状況が起こると、言い換えますと、このスピン軌道相互作用がちょうど、スピン依存の磁場のような働きをしています。つまり上向きスピンと下向きスピンに対して、逆向きの外部磁場のような働きをしまして、その結果上向きと下向きが逆向きにずれるというホール効果が起きるということです。で、この結果、この左右の向きに、純スピン流ができることになります。何回も強調して恐縮ですが、この場合は、非時性の物質、例えば、通常の半導体、例えばガリウム質素なんかの半導体においても、起きると、要するに時性や外部上は必要ないという点が顕著な特徴となっています。で、ここではあまり紹介しませんが、いろいろな半導体系、もしくは、いろんな金属系においてさまざまな実験がなされていて、おります。で、今日 のメインテーマはトポロジカル絶縁体ということでして、これは別 の言い方では量子スピンホール系、量子スピンホール効果と言います。で、時間の関係でそれほど詳しくは述べられませんが、解説記事を、先日日本物理学会誌の方に書かせていただきましたので、詳しいことはそちらをご参照くださればと思います。で、これはですね、どういったものかといいますと、ちょうどホール効果と量子ホール効果がちょうど対応しているような形で、先ほどのスピンホール効果とこの量子スピンホール効果、つまりトポロジカル絶縁体が対応しています。で、状況としては、ここちょっと右上に書きましたが、バルクでは非時性の絶縁体で、表面もしくはエッジが、メタリックになっているという状態になります。もし図でいうとこの下図のように、なります。で、ここで資料の内側は絶縁体で電気を通さないわけですが、資料の外のへりの部分にスピン流が平行状態でもパーシステントに流れているという、そういう状態になります。で、こういった状態というのはトポロジカルオーダーという名前で呼ばれまして、物理
としても大変面白い状況になっていますが、ここのスピンの流れがありますので、スピン流の物理としていろんな実験の観点からも非常に面白い研究対象になっています。で、この場合にどうしてこのようなエッジ状態もしくは表面状態が起こるかというのを簡単な形で理解するとすると、例えば次のようになります。まず量子ホール効果ですが、これはこれもよく知られておりますように、例えば整数量子ホール効果の場合こういった形で、ロー XY シグマ XY にプラトーが出てきます。で、ここのプラトーの上での状態はちょうど、言ってみれば資料に外部磁場がかかっていて、その際に、いわばその資料の内側は電気を通さない、インシュレーターのようになっていて、資料のヘリにエッジに、電荷がちょうど一方通行で流れるという状態になっていると、つまりカイラルエッジ状態という状態になっています。で、こういった状態を、アップスピンとダウンスピンについて逆向きの回り方として重ね合わせたものが量子スピンホール効果アートポロジカル全体になります。つまり上向きスピンは上向き磁場、下向きスピンは下向き磁場を感じるという状況を、考えますと、それを重ね合わせるとこのようになります。で、先ほどと同様に、この、磁場は上向きと下向きでちょうど逆向きの磁場をかけないとこのような状態は出てきませんが、じゃあこういった状態で作るんだと言いますと、もちろん外部磁場ではこういった状況は実現できませんで、むしろ実はそういったものというのは固体中に自然に実現されていまして、それがスピン軌道相互作用です。すなわち固体中でそのスピン軌道相互作用というのはの一部の項というのは、いわばちょうど上向きと下向きで逆向きの磁場を作るような形で作用します。でそれによって、一切その外部磁場を加えなくても、スピン軌道相互作用がある程度強いものを選べばこういった物理が実現できるであろうという予想がされまして、これがこの辺りの論文になります。で、これに関しての、一番最初の実験は水銀テルルを、カドミウムテルルで挟んだ量子井戸構造で実現されました。で、この場合は水銀テルルの層の厚さが、ある、敷地以上になりますと、トポロジカル絶縁体層になります。この DC というのがちょうど水銀テルルの層の厚さになりまして、これがだいたい60オーグストロムぐらいを超えると、水銀テールのちょうど、スピン軌道相互作用が大きく効いてきまして、トポロジカル絶縁体層になります。で、こういったその、層になりますとちょうどそのコンダクタンスが、インシュレーターの場合は当然ゼロですが、こちらのトポロジカル絶縁体になりますとコンダクタンスがちょうど 2×E÷H という形を取ると、理論的に予想されます。それはどうしてかと言いますと、ちょうど例えば K を考えるとちょうど左側と右側のヘリがそれぞれ、量子伝導チャンネルとして1チャンネル分を運びますので、それがそれぞれ E÷H の起用をしますから、その2つで 2E÷H のコンダクタンスになると予想されます。で実際に実験でそれは実証されまして、これはちょうどこういった物理が起こっているであると。で、量子井戸の厚さを薄くするとコンダクタンスは非常に小さくな、ほとんどゼロになってしまうということで、こういった物理が実際起こっているというふうに、考えられています。で今度、こちらの今度は3次元の場合です。こちらの場合は2次元の量子井戸ないし薄膜の場合に実現されるエッジ状態の物理ですが、3次元の場合はまたちょっと予想が違います。3次元の場合のちょっと模式図を少しもう一回お見せしますと、3次元の場合はこのようになっていまして、ちょうどバルクが絶縁体で表面にスピンの流れが落ちているということになります。いわば表面が金属的になっているということです。で、その場合の、実験は主に今までは光電子分光で行われてきています。光電子分光によるとその表面の電子状態がどうなっているかを非常に精密に測定ができます。
で、まあ、この点についてはあの次の木村先生のご講演でも、あると思いますので、こちらでは簡単にだけ紹介をさせていただきますが、まあ、あの実際、さまざまな物質、ビスマスアンチモの合金、ビスマスステロイド、ビスマスセレナイドなどで、こういった表面状態が実際に測定されまして、このようにあのトポロジカル全体の物質が3次元でも実現されているということが、まあ、あのいろんな物質で実証されつつあります。で、ここではあの代表格であるあのビスマスセレナイドテルライドに、まあ焦点を当てて、まあ、少しあの我々の研究成果等お話を、したいと思います。で、これについては、まあ、理論実験、双方で、まあ、あのいろいろな進展がありまして、この場合で言いますと、表面状態がちょうど非常にシンプルな形 の、 あのディラックコーンと呼ばれるこういったあの形の、分散を持ちます。バルクは絶縁体に、なっています。で、この場合の特徴は何かと言いますと、スピンがちょうど、各経点に対して決まった向きを持っているということです。例えばグラフェンなんかだ と、ディラックコーンがありますが、その場合はスピンが縮対をしています。でこの場合はスピン軌道相互作用が非常に強いので、まあ、それが効いてきまして、各経点で決まったスピン、の向きを持つということです。それは実際実験でも、実証されてまして、ちょうどフェルミエネルギーが例えばこの場合でいうと、正の部分にあると、ちょうど、各経点でのスピンの向きが、まあ、フェルミエの円の、まあ、接線方向にのと、まあ、時計回りになって、なっているように、なります。で、まあ、あの簡単な、まあ、あの計算をすると、まあ、どのようにこういったことが起こる、あのこういった物理が出てくるかというのを、まあ、いろんな形で、まあ、あの見てやることができます。まあ、例えばその一つの、まあ、簡単な、まあ、理論のおもちゃとしましては、まあ、こういったディラックコーンというのは、まあ、光みたいなもので、要するに速さが常に一定です。つまりあのこの分散の傾きというのが速さですから、これはちょうど光と同様に速さが一定の電子になっていて、常に同じスピードで進むということになります。で、まあ、簡単な例えば計算をしてやると、まあ、どのようになっているかを見ることができまして、例えばその、こういったあの電子が例えばあの表面あのトポロジカル全体表面があって、そこに電子が、来て散乱体が1個あって、それにぶつかるような場合を例えば考えます。で、ちょっと戻りますと、このような形になっておりますから例えば X 方向に進む、電子を考えます。ですると、スピンの方向は、マイナス Y の向きになりますから、この進行、入射波というのは必ずスピンが Y 方向、マイナス Y 方向を向いています。で、ここでその散乱体にぶつかると、まあ、少しその進路が、まあ、散乱で曲げられて、まあ、このようになりますが、そうするとその必ずそのスピンの方向と軌道方向があの波数の方向が同じであるということから、これは必ずあの直行するとこのような形になると予想されます。ですので、まあ、最初はそのスピンは、マイナス Y 方向だったのが、散乱されると、例えばこのプラス Y の方向には、少し、SX のプラスの成分が出て、マイナス Y の方向には少し SX のマイナスの成分が出る。つまり、散乱によってスピンの X 成分が反対称に分布すると予想されまして、まあ、それは実際あの計算してやると容易に確かめることができます。つまりこちらは SX がプラス、こちらは SX がマイナスのようになるということで、要するにスピン軌道相互作用を使って、軌道運動を制御してやると、まあ、スピンの分布があの出てくるスピンの分布が変わるということになります。で、あとはまあ、例えば簡単な屈折の現象を確かめることができます。例えばトポロジカル全体が2つあって、例えば速度が違うようなものを考えます。まあ、物質いくつかありますので、まあ、それが速度が違うような物質同士を例えば接合したと思ってやればできて、で、まあ、あのこれは通常の光の屈折の場合と同様の、まあ、計算をすることができます。で、ただ注意すべきはこれはスピンの物理ですので、各状態はスピノールで表されますから、まあ、それを考えに入れつつ計算を行います。で、ちょっと注意すべきなのは、まあ、これ実は計算は非常に簡単なんですが、非常に内部に
波動関数がここで連続だとしてしまうと、実は計算は間違いになってしまいまして、これだとあの確率の保存が成り立たないという、まあ、致命的なことになりますので、ちょっと注意が必要です。なぜかというと、こちらとこちらで速度が違いますから、確率密度があの連続だとすると、確率の流れというのが、ちょうど速度 v× プサイの絶対値の2乗になりますので、プサイが連続だとしてしまうと、ちょうどこちらから来る波とこちらから出てくる波の確率の流れが保存しなくなるということで、まあ、その辺を、実は少しあの慎重に考えつつ、やります。で、あの詳細は省略をしますが、あのまあ、結果は、まあ、同様にあの例えば、入射角に対して、どのぐらいの、あの反射が出てどのぐらい、屈折波が出るかというのは、まあ、例えば計算をできるということで、まあ、あのある一つのパラメータの例で計算したものが、このようになります。これはあのちょっと薄くて申し訳ないですが、ここにあのちょっと薄い点線であの通常の光学的な場合と比較をしてあります。で、まあ、少し、ズレが出るということで、で、まあ、一番顕著なズレはどこにあるかというと、あの例えばあの垂直入射の場合でして、光の場合はあの屈折率の差があれば、垂直入射であっても有限の反射が出ます。ですがこの場合はあのトポロジカル全体の特殊事情で垂直入射をすると透過率が1になります。これはどうしてかというと、ここに模式図を挙げましたが、ちょうどあの入射、こちらが一番左下が入射波ですが、入射波に対してスピンは必ず直行方向を向いています。でそれがちょうどあの、まあ、屈折および反射をするわけですが、反射をすると時は反射波はちょうど全く逆向きのスピンを持っていなければいけないのが、まあ、トポロジカル全体 あの表面状態の特徴ですから、ちょうどあの反射しようとするとちょうどあのスピンが逆向きにならなければいけないと。でこの2つの状態の重なりはゼロですから、直行していますから、実はこの反射は起きないということで完全透過になるというのが、まあ、ここの簡単な解釈になりまして、まあ、こういったことで、まあ、のスピン軌道相互作用の、まあ、強いことが、まあ、いろんなあのスピンのトランスポートに効いているというのが、まあ、こういった簡単な計算で確かめることができるということです。で、次にですね、まあ、こういったそのエッジ状態、表面状態がどのぐらい、まあ、中に侵入しているかということを考えます。まあ、こういったあの状態、あの表面状態、エッジ状態と言いましたが、これはあの無限に薄いわけではなくて、ある浸透厚さを持っています。で、例えばあの2次元形の幅、もしくは3次元形 その厚みですね、それがあまり薄くなると、両方の、例えば3次元で言いますと、その表面と裏面のあの状態が重なりが出てきて、それによって表面状態にギャップが空いてしまいます。ですので、これがどのぐらい厚さを持っているかというのは重要な問題になります。でこれについては、まあ、例えばあの非常に簡単な計算をすることができまして、まあ、あるモデルが知られておりますので、まあ、それを使って計算をすることができます。これはもうちょっと詳細はちょっと込み入っているのでスキップをさせていただきますが、計算結果は、まあ、まとめると左下の図のようになります。これちょっとちゃんと説明をしませんでしたが、ここの左下のこのバンド図が、ちょうどトポロジカル全体のバンド図になりまして、これ塗ってある部分が、コンダクションバンドとバレンスバンドになります。で、そのギャップの間を、まあ、またぐように、エッジ状態もしくは表面状態が現れてきます。で、この場合はまあ、エッジ状態このように、またいあのギャップをまたいで存在するわけですが、ちょうどそのエッジ状態、表面状態がバルクのバンドに吸収される点では、実は侵入長は無限大になります。つまりここではちょうどバルクの状態にだんだん溶け込んでいくわけですから、ここでは侵入長が無限大になります。で、まあ、あの物理的に予想されるように、この真ん中あたりでおそらく侵入長が最大になるだろうということで、まあ、それがあの簡単なあのこういった計算で確かめることができて、真ん中辺でちょうど侵入長が最小になる、すなわち非常に、表面に極在しているということになります。で、
あとはですね、その侵入長がどのぐらいかっていうのは、実はこのエッジ状態の幅、これ要するに波数空間での幅なんで、長さ分の1の次元を持っていますが、それのだいたい逆数で与えられます。つまり、エッジ状態が非常に大きく、軽空間で大きく分布していると、エッジ状態は非常に極材が強いと、非常に短い距離に極材をしているということが予想されて、実際その、それをいくつかの系で確かめることができます。例えば先ほど言いました水銀テルの系というのは、ちょうど、バンドケース、バンド図を書くとこのようになってて、ちょっと見にくくて恐縮ですが、バルクのバンドが上です。で、バルクのバンドがこの上のこの黒い線の、上と下の部分になります。で、ここの非常に狭い部分に、エッジ状態が極材をしています。で、先ほど言いましたようにエッジ状態非常に狭い範囲に入ってあると、それの逆数が侵入長になりますから非常に長くなる。この場合で言いますと大体50ナノメーターぐらい、100ラティススペーシングぐらいになってきます。で、我々計算して、ずっと計算で研究しているのはビスマスの薄膜の話で、この場合は、エッジ状態がちょうど非常に広い範囲に、ブリアランゾーンの全体にわたってこう 分布しているような、エッジ状態になりまして、この場合は、その逆数を取ると結局その極材長は非常に短い、大体その、数ラティスコンスタントぐらいになるという結果を得ています。時間の関係もあるのでそうですね。磁場中での、侵入長の振る舞いについても、研究をしておりまして、それはちょっと、簡単にだけ紹介をさせていただきますと、磁場を加えるとですね、この、表面状態がギャップを、開けます。表面状態、エッジ状態は、これは時間反転で守られていますので、時間反転を破るとこういったエッジ状態はだんだん消えていく運命になります。バンド図で書きますと、例えば表面状態エッジ状態このようにギャップをまたいでいるわけですが、例えば磁場を加える、例えばゼーマン磁場を入れていくと、ここはギャップが空いてきてだんだんお互い離れていくと、もしくはそのもちろん軌道の影響も考えに入れると、ランダムレベルにこう分かれてきてだんだんギャップを空けていくという、そういうことになってきます。で、その際の侵入長というのはだんだんその要するにバルクに吸収されていくわけで、その侵入長が徐々に実はバルクの方に向かって、だんだん伸びてくるという様子が実際に、計算で出すことができます。ここはちょっと、実際今申し上げたようなのが期待される結果ですが、実際その通りになったということを報告させていただきます。で、最後に、残った時間で電流誘起スピン分極という話を少しさせていただきます。これは半導体の例えばラッシュバー系のような場合にはよく研究がされている問題で、ラッシュバー系の、ハミルトニアはこのような形で与えられて、それはちょうどスピン分裂したようなフェルミンを持っています。で、その際は電場がない場合は当然その K とマイナス K のスピンの方向が逆向きなので、スピンの分極はキャンセルをしています。全体ではゼロになっています。ですが、例えば電場をかけて電流を流すと、そのスピンのバランスがフェルミンがずれてスピンのバランスが崩れますから、そうすると全体としてスピンの分極が出てきます。この場合で言いますと、例えばその電流を X 方向に流すと、ちょうどアンバランスがちょうど Y 方向に出まして、 X 方向に電流をかけると Y 方向にスピン分極が出るというのが計算結果になっています。で、これについては少し K は違いますが、半導体系で2つほど実験がありまして、サンタバーバラのグループですが、基本的にはこの場合はその、スピン分極が面内に出ます。で、面内に出るのを外部磁場で再作をさせて面直に持ってきて、でそれをそのファラデー回転で測定するという実験が こちらの実験です。で、半導体のちょうど結晶の成長方向をうまく選んでやると、実は先ほど言いましたラッシュバーの場合は面内にスピン分極が出たんですが、面直に出るような形にの K を作ることができまして、この場合は配光を工夫をすると、実はそれによるスピン分極がちょうど面直に出てきます。で、それをその直接観測、位置で分解して観測をして、実際こういったスピン分極が出ていることを観測しています。
で、トポロジカズ全体についても、実はそのラシュバと、ほとんど同じ格好で、ラシュバがちょうど、放物的に、上にスピンが、バンドが向かっているのが、こういったそのケージ状の項が抜けたのがちょうどトポロジカズ全体に対応していますので、実はほとんど同じような効果が、期待できて、やはりその円錐状のこういったところのフェルメンの、で、電流がゼロだとスピン分極ゼロですが、電流がを有限に流すとスピン分極がそれに垂直方向に出ることが分かります。でそれ実際、計算してやると実はその電流に対する比例定数という形では、ユニバーサルな値が出てきまして、これは実際実は非常に小さい値で、例えば大体この程度電場をかけると、1ラティスあたり大体10のマイナス6乗という、非常に小さいものですが、その比はユニバーサルな定数になると予想されるので、実験で何とか観測できると、面白いなと思っております。ちょっと時間が過ぎてしまったので、もうまとめますが、そういったそのトポロジカル全体の上の、エッジ状態表面状態というのは、スピン軌道相互作用が効いていますので、こういった形で、軌道運動を制御することで、スピンを出すということが、いろいろな形で可能だということです。はい、以上です。